東和マ・は、日本の実業家。福岡県出身。株式会社、リソナ・ホールディングス取締役会長。株式会社、リソナ銀行取締役会長。元一般社団法人大阪銀行協会会長。大阪商工会議所副会頭。福岡県出身。ラサール高等学校を経て、1982年、上智大学経済学部卒業。 同年4月、リソナグループ入社。その後、リソナホールディングス執行役財務部長、リソナ銀行常務執行役員経営管理室、担当、リソナホールディングス取締役兼代表執行役、副社長、リソナ銀行代表取締役、副社長兼執行役員等を経て、2013年4月1日付で、リソナホールディングス取締役兼代表執行役、社長、 リソナ銀行代表取締役社長兼執行役員に就任。当時、大手銀行グループの経営トップとして最年少での就任となった。主に財務、企画畑を歩み、資本政策に詳しく、同行の公的資金返済計画を立案、主導してきた。2017年4月、リソナ銀行取締役会長兼代表取締役社長に就任。 同年6月、大阪銀行協会会長に就任。2017年11月、大阪商工会議所副会頭に就任。14年ぶりのリソナ銀行から、同会議所副会頭への就任となった。2020年4月リソナホールディングス取締役会長。2020年リソナ銀行取締役会長。ありがとうございます。